は S 免許を取得した。早すぎる。不正はしてないだろうな。彼の信頼度低すぎないか。そりゃあただの死体を料理と言ったり客を爆発させたりする奴が S 免許を取得したと言ってもな、信用しろって無理がないか。確かにその説明だと信用しがたいな。ついに認めたかー。実力を理解しろ。この先決の料理人め、存在外物混入。よくわからないがひどいことを言われているみたいだぞ。彼の名はジオペッペ、かつては純徳の料理人を自称し、天大陸にて包丁を振り回しておりました。その後新大陸に降り立った時、彼は医者を目指すことを決意し、そこから約1年が経った現在、ジオペッペさんはついに医師免許を取得することができたのでありました。医療の道は険しかった。研修中に予防接種の注射をしたのだが、その際ワクチンと間違えてデボロドトキシンを注射してしまい患者が爆発したこともあった。臓器移植のオペをした際に間違えてダイナマイトを移植してしまい患者が爆発したこともあった。患者でキルスコア稼ぐな。いろいろあったが、どうにか医師免許を取得し、現在はこの純白な白衣を身につけることができている。高いんだが時間がない。本日も我に患者の依頼が来ているのだ。これが私の白衣だ。耳旋回距離整備。あれ、しゃがみ移動速度アップだと。そうだ、この文字列はしゃがみ移動速度アップと読むんだ。それは知ってる。なんでこんな価値のないスキル使ってるんだよ。この世に価値のないものなど存在しないはず。はず。医療においてこのスキルは大変役立つものだ。医者は全員身につけている。しゃがみながら高速移動する医者を俺は見たことがない。ついでに攻撃種も重要だ。医者が攻撃だと。いちいち突っ込むでないぞ。こんな突っ込みどころだらけの現状をどうにか。尺が長くなる。ごめん。着いたぞ。ここで患者が待っているそうだ。なんで病院じゃなくて特殊闘技場なんだ。相手が相手だからな。今回の患者はバフバロさん。全身にしびれるような痛みが生じていてストレスが溜まっているらしい。全身か。かなりの重症じゃないか。何か重い病気にかかってなければいいが。病名はホロヌヌパゾ病だ。あ、ホノルル。ホロヌヌパゾだ。それも聞き取れないとは貴様。体が文字だが耳も文字なのか。そうだぞ、文字なめんな。我は舐めるかな。さて、蚊の物を治療するには早急なオペが必要だ。オペ？つまり手術だな。麻酔してないけど大丈夫か？治療後に麻酔をする。よくないぞこれは。今の発言を聞いただけで俺は嫌な予感が止まらない。止まれ。今だって治療と言いつつなんで大砲の弾詰めてんだよ。バフバロさんの体格を見ろ。とてつもなく巨大だ。角度的に見えねえが、まあでかいよな。そんな巨大に生半可な医療器具は通用しない。つまりサイズに合わせた道具が必要というわけだ。だからって大砲になるのはおかしいだろ。バフバロさんの体格には大砲くらいがちょうどいいのだ。もうおとなしく見ていろ。患者に姿を晒すとストレスを与えてしまう。ここで隠れ身の装備を着て、再び大砲の弾を入れていく。ここに設置されている大砲は2つで、それぞれ5発入る。つまり18発撃つことができるわけか。18発患者にぶち込む気か。まだやらぬぞ。まだだてやる気満々じゃねえか。これでセット完了だ。今すぐやめるんだ。患者に大砲撃つなんて医者がやっていいことじゃない。私の開発した最先端医療爆破手術法に文句を言うか。勇気だよ、勇気しかねえよ。文句なら治療後に言うがよろしい。デバーを倒し、治療を開始する。落石で腰も死亡してきて、楽な姿勢を取らせるのだ。端末間が聞こえたんだが、すげえもがく苦しむ声が聞こえるんだが。リスクのない治療は存在しない。確かにそうだけれども、この間に大砲の角度を調整する。そういえばあったな、そんな機能。アイスボーンだと大砲本当空気だからな。お医者さんマニュアルに大砲の使い方が書いてあったぞ。嘘をつくんじゃない。バレただと。むしろなんでバレないと思ったんだよ。貴様が文字だからだ。あ、うん。次にここに落とし穴を仕掛けるぞ。患者を穴にはめるか。意思疎通ができないバフバロさん、荒いことをせねばならないこともある。確かにそれはそうだな。じゃあなおさら麻酔しろよ。治療後にすると言ったであろうが、ここでアサシンの白衣を。そうだぞ。アサシンの装備を装着、移動速度を上昇させる。では爆破手術なのだ。やっちまった。患者に大砲ぶち込んでやがダメージでかくないか。大砲は225のダメージを出します。そしてスキル砲撃手で大砲のダメージが2倍になり450ダメージとなるわけですね。そういうことである。第2波もしっかり当てたな。あれの安定性が低いのでコツがいるぞ。大砲の扱いに随分手慣れてんな。練習したからな。医者より軍人の方が向いてんじゃねえか。デボロドトキシン注射するぞ。発言が怖い。さて、衝撃の異様にバフバロさんも困惑しているな。ここは煙玉で姿をくらまし、様子を見ることにしよう。患者に見つからないように逃げる医者がいるんだな。それは我の話か。そうだぞ闇医者。患者にはそれぞれ向き合い方というものがある。バフバロさんは神経質だ。我を見たら襲いかかってくるだろう。そりゃいきなり岩と大砲ぶつけてくるやつ見たら激怒するだろうな。そうかな。これが高速しゃがみ移動だ。ダッシュと同等のスピードを持つぞ。これは素直にすごいな。医療の力だ。いや陸上だな。バフバロさんがこちらに気がついていない時に大砲の弾を入れていくのだ。へえ、またやるのか。またやるのか。爆破手術は繰り返し行うことで効果が増していくのだ。増していくって悪化していく気しかしないけどな。昔思い出させるな。世間で一般的な手術も、罠下族の前でやったら凄まじい批判であった。まあ確かにな。って、お前は何してんだ。大砲当てるために落とし穴でも仕掛けて。それより前にやるべきことがある。前？もうすぐ完了するから待っているのだ。お前にとってもうすぐってどのくらいだ。 0.3 秒。すげえせっかちだな。よし、もうこれで準備完了だな。準備ができたら隠れ身の装備を切る。先生、一体何が始まるんです。注射だ。デトロドトキシンか。違うぞ、愚かもし。この注射は大変治療が難しいので、あちら側から手もらう必要がある。行くぞ。最低端医療器具、血流注射だ。血流そうじゃねえか。医療器具じゃねえ。ただの兵器だそれ。いい感じに入ったな。入るを通り越して貫いてんだけど。そこは気にしてはならないところだ。今のバフバロさんは落ち着いているのが何よりの証拠だ。確かに血流そう食らってんのにすごくぼーっとしてるな。これが最先端医療の力だ。さっきより心電図が弱くなっている件はどう思う。次
には爆破手術法だ。ここスルーしちゃいけない場所だろう。それでは第3波、開始だ。さっきの激流層は、激流注射だ。激流層だよ。さっきの激流層は1310が2本で2620ダメージ。この大砲は450が5発で2250ダメージ。大砲だけで激流層並みのダメージが出て、この分も当たれば激流層を超えるのか。大砲も侮れないものだな。また一発からぶったぞ。やったぜ。貴様、非常に巣を喜ぶとはゲドンの心だぞ。患者に岩ぶつけて大砲に18近くぶつけて激流層で貫くってドクターマリオですらやらないと。判断の基準がおかしくないか。それに困ったぞ。我の姿が見られてバフバロさんにストレスを与えてしまった。これを機に今すぐ治療をやめるんだ。文句は治療後に言うがよろし。ここは煙玉を使って姿をくらまし、バフバロさんを落ち着かせるんだ。こんな煙ごときでは無理があるだろ。終わりだよ。終わってねえよ。うまく見失わせることができたようだな。では次の工程だ。これを治療とは思いたくないが、落石、大砲、激流層、もう手は尽くしただろ。あ、まだバリスタが残っていたか。あのようなものは使わない。あれは中型モンスターに使う器具で、バフバロさんのような感染には効果が薄い。まあダメージ低いしな。それでも、攻撃種のある今なら94ダメージ出ますよ。どちらにしろ低いじゃねえか。さて、手は尽くしたと言っていたがまだだぞ。まだ。まだ大砲の弾が残っている。爆破手術法が使えるぞ。まだ残ってたのかよ。うむ、さっきなくなっていたのだが、どうやら補充されたようだ。これで再び2250ダメージ。さすがにバフバロも大丈夫か心配だ。いや大丈夫じゃねえ。バフバロ瀕死になってんぞ。これは強いのだ。これにて治療は完了した。逆に今すぐ治療しろ。しかも姿を見られてストレスを。もう遅いぞ。健康団でこちらの姿を見えなくする。待って、さっきまで患者との接し方とか言っていた奴が強行手段に入ってんだけど。治療は迅速に行うのが基本だ。麻痺しているところに麻酔をかけて眠らせる。これで治療は完全に終了だ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バフバロ痛めつけただけだったけどな。確かに見た感じではな。しかしバフバロさんは安らかに眠っている。いや死んでねえよ。あ、そういう意味になるのか。バフバロさんは安定してる。一見大砲や激流注射で恐ろしく見えるかもしれないが、これも立派な治療なのだ。目覚めた時にはホロヌヌパズ病も感知していることだろう。全然信用できねえよ。信用しろ。本日の業務は終了だが、明日にはまた仕事がある。皆さんの前に現れるのはまたしばらく後になりそうだが、その時はよろしくお願いしたい。視聴者様の挨拶はちゃんとしているのが逆に辛い。さて、我の医療活動はまだまだ終わらないぞ。終わりだよ。はじめまして、煙だよ。この動画はどうだったかな？まあ察してはいるよ。やっぱりそうだよね。で、このカニカマは、この動画以外にも、いろいろな動画を投稿しているみたいだから、気が向いたら他の動画も見てくれると嬉しいよ。ちなみに見てドン引きしても責任は取らないよ。ごめんね。それでは、視聴者の皆様に幸せの上記が訪れますように。